ショーン・アン・ソニー・キャンプは、アメリカ合衆国、バージニア州フェアファックス出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント。1997年、MLB ドラフト16巡目で、サンディエゴ・パドレスに指名され、プロ入り。2001年7月10日にピッツバーグ・パイレーツへ、移籍した。2003年8月に、カンザス式ロイヤルズに入団した。2004年4月5日に、 メジャーデビューを果たした。2005年もロイヤルズでプレーした。オフに FA となった。2006年1月にタンパベイデビルレイズと契約。移籍1年目となった2006年のシーズンではリーグ2位体の75試合に登板して一役、その名を知らしめた。2007年のシーズンもリリーフで50試合に登板した。2008年はトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 開幕はマイナーで迎えたが4月19日にメジャー昇格を果たした。7月3日に戦力外となる。2010年は自己最高の成績を残し、ブルペンの柱となった。2011年は一変して成績が下がった。オフに FA となった。2012年2月、シアトルマリナーズと1年契約を結んだが、3月21日に解雇された。 3月26日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、開幕ロースター入りを果たした。シーズンではリーグ最多かつ自己最多の80試合に登板した。オフに FA となったが11月19日に年俸135万ドルと出来高20万ドルの1年契約でカブスに残留が決まった。2013年7月3日に DFA となった。 2013年7月17日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。しかしメジャー昇格はできなかった。オフに FA となった。2013年11月11日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2014年はトリプル A 級リーハイバレー・アイアンピックスで開幕を迎え、4月19日にフィリーズとメジャー契約を結んだ。 昇格後は3試合に登板し、5月8日に40人枠を外れ、トリプル A 級リーハイバレーへ降格した。5月9日に FA となったが、5月19日にマイナー契約でフィリーズと再契約した。6月27日に解雇された。速球はほとんど投げず、シンカーを中心となる球種である。そのため頃の割合が高い。追い込んでからはスライダー。 チャンジアップといった変化球で相手打者を打ち取るケースが多い。請求力があり、支給率においては優れているが、空振りを簡単に取れる球種を持っていないので、脱三心率はあまり高くない。ありがとうございます。